トゥラノ Vlog の時間です。はい、戦後最大の危機、世界大戦へのカウントダウン。今回は日本が確実に巻き込まれると言われている台湾有事の真実と、 YouTube ではギリギリアウトかもしれない闇の部分について深掘りしていきます。ということで本日はね、昨日の日本崩壊動画の続きとなる台湾有事のお話でございます。はい、昨日も攻めた内容でしたけども、本日は台湾有事の話題ですよ。台湾有事ね。そう、 YouTube はこういう戦争系の話にもめちゃくちゃ敏感で、我々も何回か収益停止を食らってるんですが、今回もめげずにね、深掘りしていきたいと思います。はい、そしてね、万が一ですよ、このチャンネルが消された時のために、皆様にお願いしたいことがあります。はい、それがこちらから皆様に直接情報を発信できる、トゥーランド Vlog 公式アカウントか、我々の SNS をフォローしておいてほしいんですよね。ぜひそうやね。これらはもう全部無料ですからね。だから公式アカウントとか SNS の URL は全てね、概要欄に貼っておきますけども、もうチャンネルが消されてしまったら、当然このページも見れなくなるので、お早めにフォローしてください。お願いします。いや、ほんまにね、戦争の流れになったら、真っ先にこういうチャンネルはもう潰されると思うんですよね。まあそうね。もしそうなったら次はどの媒体で発信していくかもね、考えていかないといけないので、何かね、おすすめの媒体があったら教えてください。ぜひお願いします。さて、本日の動画ですけども、もうね、めちゃくちゃヘビーな内容です。なんかもうそれだけはひしひしと伝わっている。まあ全然受け止めたくない情報も多いですが、日本人全員がね、この問題について考えていかないといけないタイミングにもう来ているので、頑張って伝えていきたいと思います。お願いします。なかなかしんどい部分もあるかと思いますけども、ぜひ最後までご覧ください。はい、そしてたくさんの人にシェアしていただけたら幸いでございます。お願いします。全ての日本人が知らなければならない台湾有事。さて、まさきさん、はい、聞くのがちょっと怖いんですけども台湾有事はご存知ですかね。一応知ってますよ。一応知ってます。知ってますよ。こればっかりはね、忘却のまさきさんでも絶対に知らないといけないお話なんですよね。ああ、まあそうやね。そう、そもそも有事というのはね、武力に訴えるような事件、事変が起こることを意味しており、有事という言葉を使ってふんわりぼやかされてますけども、簡単に言うと台湾有事は台湾戦争のことなんですよ。で、一般的に報道される台湾有事というのは中国による台湾への軍事侵攻のことであり、中国と対立するアメリカが台湾をめぐって戦争するのではないかと懸念されている大問題なんですよ。大問題、ね、そう。しかもこの台湾有事に関してね、何人ものアメリカの政府高官たちが数年以内に間違いなく台湾有事は起こるだろうと発言しているんですね。起こるだろう。そう、例えばアメリカ国家情報長官のアブリル・ヘインズ氏は、中国は2030年までに台湾に侵攻できるよう軍備を整えていると発言していますし、元アメリカインド太平洋軍事司令官フィリップ・デイビッドソンも2027年までに台湾有事は起こるだろうね、発言しているんですよ。さらに今は亡き安倍元首相は2021年の12月に、台湾有事とは日本有事であると発言しているんですよね。イコールなんですね。そう、台湾有事イコール日本有事だということは、つまり、日本でも戦争が起こるという意味になりますよね。なりますよね。で、これだけ聞いたら、なんで台湾をめぐってアメリカと中国が戦争するのかもよくわからんし、もっと言うと台湾有事イコール日本有事なんて言われても、もう意味がわからんと。わからんと。でも安心してください。はい。本日の動画を見たら、台湾有事に至るまでの流れと、そのとんでもないヤバさが完全に伝わるはずです。なるほど。数年以内に起こることが確実視され、かつ日本が絶対に巻き込
まれると想定されている台湾有事とは一体何なのか、そしてどのように起こっていくのか、そういった内容に触れる前にまず、ね、台湾という国を簡単に説明していきたいと思います。まずは日本と台湾、はい、中国の、ね、位置関係をご覧くださいね、まあ、こんな感じですね。そうやね、まあ、この画像だけ見ると日本と台湾の距離結構離れてる感じするやん、ね、結構中国の方がだいぶ近いよね。そう、でも沖縄の与那国島から見ると、たったの111キロ。おー近っ、めっちゃ近い。近っ、こう見るとかなり近そうですよね。うん、それにしてもこれだけ距離が近いのに、日本人は台湾のことをほとんど知らないですよね。台湾の歴史ってどんなって聞いても答えられる日本人って、結構少ないと思うんですよ。いや確かにね。それでは世界で最も親日だと言われている台湾には、一体どのような歴史があるのでしょうか。さまざまな国に奪い合われた台湾島の歴史。台湾島にはもともとね、多くの部族がバラバラに分かれて、まあ、住んでたと言われてるんですよ。まあ、王国ではなかったと。16世紀頃まではね、台湾は他の国から注目されることはもうなかったそうなんですけども、まあ、日本人をはじめとする国家を超えた共同体と言われる倭寇の、まあ、海賊ね、倭寇の拠点の一つとして使われており、そのまま居住する人もたくさんいたと言われています。だそんな感じで当時の台湾島には鉱山族と言われる複数の部族や、日本人、漢民族などが住む多国籍な土地だったわけですね。しかしあの大航海時代になると、ね、ヨーロッパ各国からも台湾島が狙われ始めるわけですよ。そしてオランダやスペインが台湾島を領土として次第に東アジアの貿易の拠点と台湾はなっていったんですね。なるほど。だから日本にめっちゃ鉄砲が流れてきたりとか、ね、フランシスコ・ザビエルとかね、キリスト教の宣教師ですよ、とかはこの台湾を経由して日本に来たんじゃないかとも言われてるんですね。ああなるほど。そうで、そこから台湾という土地を巡ってさまざまな国との間でバチバチが繰り広げられていくんですが、その戦いを制したのがあの大清帝国、清だったんですよね。ああ清ね。そう、そこからしばらくの間は清が台湾を統治するんですけれども、1894年に起こった日清戦争で、清国は日本に敗北するんです。はいはいはい。で翌年の1895年に締結された下関条約によって、台湾は日本の領土になったんですよ。なるほどね。そう、そしてそこから50年もの間、台湾は日本の領土として統治されていくことになるんですね。そうやったんやね。そういう流れ。ここからの台湾と日本の連携プレーはもうめちゃくちゃすごくて、農業は台湾、工業は日本という言葉が生まれるくらい、台湾と日本はうまいこと分業してね、経済を発展させていったんですよ。まず日本はね、台湾の鉄道、道路、港などを建設していき、交通手段を整備していったんですよね。そしてダムを建設して、農業用の水不足を解消し、製糖業や台湾で生産される米の品種、蓬莱米の生産を、まあ、飛躍的に向上させることに成功したんですね。おお、なんかいい感じやね。ええ感じやね。さらに経済面ではよ、ね、特定の指定された業者しか売ることができない専売制度を採用して、台湾内の市場における過度の競争を防ぎました。誰でも売れるよってなったら、価格破壊が起こるやんか。そうやね。そういうのをうまくコントロールして台湾財政の独立を実現したんです。わー、なんかハード全部整えてってるみたいな。これだけでもうめちゃくちゃすごいんですよ。で普通植民地になると、まあ、荒れていったりとか、まあ、犯罪が増えたり人口減ったりするんですけど、まあ、こんな感じでめちゃくちゃ整えられていくと。さらに教育面で言うと、近代化という名目で、大日本帝国による義務教育制度が実施されており、台湾人の就学率は1943年の統計で 71% と、アジアでは日本に次ぐ高い水準に達していたと言われてるんですよ。なるほど。これはね、学校教育を通じて台湾人を日本に同化させようという、まあ、狙いもあったみたいなんですが、たくさんの台湾の子供たちが、まあ、義務教育を学んだ結果、ほとんどの人が日本語を話せるようになったと、いうことなんですよ。そうなんや。だからね、当時の学校に通っていた人はね、80歳以上ですよ今、今でも日本語を話せると、言われてるんですよね。なるほど。そしてこの50年にわたる大日本帝
国の統治時代の関係性が現代の台湾の人々の親日感情につながっていると言われてるわけですよ。そう、なんかいい感じにね、助け合いというかね。なんで台湾が親日なのか、秘密がこの辺りの出来事にあると。さあ、ここから台湾は再び中国の統治下になっていくわけですけども、うん、その経緯を説明するためにお話の舞台をね、うん、当時の中国に移します。はい、時は第一次世界大戦が起こる直前の1912年、中国大陸を支配していた大清帝国が革命軍に倒されて、うん、新たに中華民国という国が誕生します。はい、でこの中華民国を率いていた政党が国民党っていうね、うんうん、まあ、そういう政党やったんですけども、ライバルである共産党と分かれて、うん、まあ、国内でバチバチに争ってたんですよ。はいはい、つまり新しくできた中華民国という国は、うん、いきなり2つの勢力に分かれて戦っていたよと、うん、いう流れですね。はい、で日中戦争とか第二次世界大戦が始まってもね、その二大政党のバチバチは収まらなかったんですけども、うん、ちょっと待ってと、はいはい、今は中国人同士で争ってる場合じゃないってと今こそ国民党と共産党で手を取り合って協力して、うん、ね、海外と戦おうよという流れになって、はいはい、国境合作という協力関係が結ばれるんですよ。この時に国民党を率いていたのが有名な蒋介石で、はいはい、共産党を率いていたのがこれまた有名な毛沢東、ね、ああ有名だね。そう、そういう二人やったわけなんですね。うんうん、そして1945年に第二次世界大戦が終結すると、うん、連合国に加盟していた中華民国は自動的に戦勝国っていうね、うん、まあ、勝った側の勢力に属してたから、うんうんうん、ね、自動的に戦勝国になったんですよ。で中華民国はそのままアメリカが作った国連に所属して、うん、5カ国しか入れない常任理事国というね、うんうん、特別な扱いになったわけですよ。なるほど。この時点での中華民国は国民党が引っ張っていたので、うん、国のトップは蒋介石となります。しかしですよ、うん、第二次世界大戦が終わると、あのね、二大政党協力しようよって言ってた国境合作は終了しました。あら、再び国内で国民党と共産党という二大勢力が争う流れになったんですよ。また中国が2つに分割されてバチバチになっていくわけですね。ね、以前お話したロシアから見た世界の動画とかね、うん、火の鳥のズダーバンの動画でもありましたけども、うん、こんな風に国が2つに分断されて争うパターン見たことあるわって何回かね感じしません？これ、うんうんうん、そうなんですよ。この二大政党の戦いも、うん、蓋を開けると、はい、アメリカとソ連がバックについた、あ、代理戦争やったんですね。出た、代理戦争。そう、これ怖いね。あ、これベトナム戦争とか朝鮮戦争と同じ流れですよね。うん、国民党にはアメリカがつき、共産党にはソ連がついて、うん、まあ、戦争が始まるわけですけども、うん、この戦いに勝利したのはもともと中華民国を率いていた国民党、はい、ではなくて、ではなくソ連がバックアップした共産党だったんですよ。ほう、よく考えてね、今の中国って共産党ですから、うん、あ、そうやんな。そう、そしてこの国民党、うん、すなわち中華民国は、うん、中国大陸を追い出されてしまうんですよ。ほう、で、この人たちが行き着いたのが、うん、第二次世界大戦後に、うん、日本の手から離れて、うん、ガラ空きになっていた、うん、台湾やったんですよ。そうなんや。そういうことなんよ。中国の方から。そうね、こうして国民党、もともと中華民国を引っ張っていたあの政党は、うん、台湾党で中華民国を名乗ったんですよ。へえ、なるほど。で、勝利した共産党は、うん、中国大陸を支配して中華人民共和国と名乗り始めたわけでございます。へえ、おもろ。つまり中国大陸をもともと支配していた中華民国が、うん、台湾党に追いやられて、追いやられて、まあ、現在の台湾が生まれた。はあ、そっからなんや。そう、だから台湾成立までにこんな複雑な経緯があったって、うん、まあ、びっくりですよね。全然知らんかった。な、だから台湾の正式名称って、うん、実は今でも中華民国なんですよ。ああ、守ってるんだ。まあ、言ったら台湾っていう言葉自体は勝手に呼んでるから。ああ、なるほど。中華民国はずっと中華民国やからね。はいはいはい。でもね、ここまでややこしくなってくると、うん、海外からしたら、うん、いや、中華民国、中華人民共和国、え、これどっちが中国の代表なのって感じになってきますやん。まあそうやね。だってね、第二次世界大戦後に国連に所属して、うん、常任理事国になっていたのは、うん、追い出された中華民国ですからね。まあやな。でも追い出されちゃって
台湾行って、うん、その後中国大陸には中華人民共和国っていう別の国ができてるから、なるほど、混乱やんこれ、混乱やな。そうだ、最初は台湾島で再始動した中華民国が、うん、いやいやいやと、中国本土も含めて、うん、俺らが代表やんかと、うん、それはもともともずっとそうで変わりませんやんかと、うん、まあ、主張してたんですけれども、はい、まあ、その間に中華人民共和国はめきめきと力をつけていき、まあ、人口も急速に増えていきました。はい、でその様子を見た周りの国々はね、中国といえばもう台湾島にある中華民国じゃなくて、うん、中華人民共和国だよねっていう、まあ、そういう雰囲気になっていったんですよ。まあ、なるよね。でそれまでの中国の代表権は中華民国、すなわち台湾が握っていたんですが、うん、1971年についに、うん、台湾は国連を追放されて、はい、中華人民共和国が中国の代表として認められることになったたんですよ。こっちが大きなって、そうガシャンとね、うん、入れ替わったタイミングが、まあ、1970年代だと。はあ。でこの頃の日本っていうのは、うん、台湾と友好的な関係を築いてたんですけども、うん、この流れを受けてね、うん、日中共同声明っていうのを出すんです。ほうほう。でこの内容が、日本国政府は台湾島にある中華民国ではなく、なく新しくできた中華人民共和国が、はあ、中国における唯一の合法政府であることを認めます。だからこれから長くしてくださいね。はあ。もちろん台湾とは国交を断絶します。そこまで宣言したんですわね。もともとそっちやったのに。そう、こうして戦勝国として国連の常任理事国まで務めていた中華民国が、うん、中華人民共和国に取って代われる形になっていったと。はあ。いうのが歴史の1ページなんですよ。そしてその後のね、中華人民共和国の立場としては、うん、いや台湾も中国の一部だよ、だから中華民国なんていうものは国として認めていませんっていう、そういうスタンスを表し、それに対して日本はその考えを尊重しますと約束したんですね。はあ。でアメリカも日本と同じ立場を取り、うん、世界中の国々もそのような認識になっていったわけですよ。はあ。でこのスタンスが1972年以降、うん、今でもずっと続いているっていう、そういう流れなんですね。なんと。だから台湾は今でも国際的には国としては認められてないんですよ。で国連にも加盟できていない、はい、でも台湾は軍隊を持ってるんですね。だからほぼ独立国に近い状態ではあるということなんですよ。なるほど。でここで一つね、きな臭いのが、うん、なんで台湾が軍隊を持っているのかっていうところなんですよ。実は、ね、この台湾にはとある大国が、うん、国交を断絶した後も、うん、軍事的援助を続けていたんですよ。あら。それが、はい、アメリカなんですね。あー、なんかそんな気もうっすらしたよ。ね、これまでの動画見てくれてたらなんとなくわかるこの流れ、この図を見てください。はい。ロシアから見た世界という動画でもお話ししましたけども、うん、この世界はアメリカやイギリス、NATO 加盟国などが属する西側諸国と、ロシアや中国、北朝鮮などが属する東側諸国、そして中立国や非同盟諸国が属する第三勢力が存在しています。この青い部分が西側諸国で、はい、赤い部分が東側諸国ということになるんですけども、うん、思いっきり東に位置する日本、うん、韓国、そして台湾も青色、ブルーですね。ね、西側諸国という括りになってますよね。うん、言うたら日本は第二次世界大戦でアメリカに負けているわけじゃないですか。うん、で国の中に米軍基地を置かれて、はい、ね、日本国憲法もね、うん、アメリカの民政局が作ってるんですよ。だから日本っていうのはもうほぼまあ植民地というか、うん、ゴリゴリの西側諸国というのはなんとなくわかるじゃないですか。まあそうやね。それがわからんようにされてるけどね。うまいコートね。で韓国に関しても北朝鮮と南北に分かれて争った朝鮮戦争の時に、うん、韓国はアメリカから支援を受けてる。うん、で北朝鮮はソ連から支援を受けた、はい、で独立後もこの韓国には米軍基地が置かれてたりするので、まあ結局こう裏を見ると、うん、日本と韓国は同じくアメリカと密接な同盟関係というか、うん、まあ、プチ支配下に置かれてるみたいな、まあそういう状況ですよ。はいはい、はい、まあ、こう考えると韓国も西側に所属しているのは納得です。そうやね。まあそんな中で、うん、日本と韓国が仲悪いみたいな流れも、うん、おもろいね。だからトップ一緒やのに、うん、こう喧嘩させといた方が、はいはいはい、結託
されたら困るからね。ねでこの戦争の流れになってきたら今韓国の大統領が外交復活させましょうみたいな、仲直りしましょうみたいなこと言ってるんですよ。これ大統領の指示なのみたいな。はいはいはい。でもね、台湾がなんで西側諸国に所属しているのかっていうのは、はっきり明言されてないんですよね。一応アメリカと台湾がね、さっきも言ったけど、まあ、軍事援助を受けてたからではないかとは言われてるんですけども、まあ、ここが一つの怪しいポイントではありますよね。なんでアメリカがずっと軍事的援助を続けていたのか。もしこれが、はい、日本、韓国、台湾で北朝鮮、中国、ロシアとの戦いを見越していたとするとみたいな、まあ、見え方もありますけども、はい、まあそんな感じで長くなりましたけども、ここまでが台湾の成り立ちや現在の立ち位置、世界との関係の解説となります。ここからはなぜ、アメリカが中国を問題視しているのかを説明すると同時にね、日本がどのようにして台湾有事に巻き込まれていくのか、その流れをお話していきたいと思います。はい。凄まじい勢いで台頭する中華人民共和国。台湾島の中華民国になり変わって国連の常任理事国に躍り出た中華人民共和国はその後とんでもない経済成長を遂げてきます。バイドゥ、アリババ、ファーウェイ、テンセント、俗に言うバースはアメリカのガーファに迫る勢いですし、TikTok に関しても流行りすぎた結果、アメリカ国内でも全面禁止だよと、なんかね、そうなってるよね、言われるレベルにまで成長してるんですよ。でこれまでの GDP 世界一は不動のアメリカだったわけですけども、中国はそれを追い越すスピードで現在第2位、2030年には中国が世界1位の GDP になると言われてます。まあ、この辺の詳しい流れはね、まあ、4月22日のトークライブでも話しますけど、アメリカは一度世界一位になりかけたね、日本を徹底的に潰してるくらいなので、はい、この中国の台頭っていうのは許せないはずなんですよ。確かに。しかし中国の最高指導者である習近平氏は、アメリカに迫る金額の軍事費を投入しており、とんでもない権力と実力を兼ね備えた超大国になっちゃってるわけですよ。はぁ。その上で習近平は、台湾統一を果たさなければならないし、果たされるだろうと発言してるわけですね。でこの流れからアメリカ政府はもうすぐ中国が間違いなく台湾を奪いに来るぞと懸念しており、はい、台湾有事は数年以内に間違いなく起こるだろうと予測しているわけですよ。なるほど。それではアメリカの政府高官たちが言うように、実際に中国が台湾を攻めてきたらどうなるのかっていう、そういうお話ですよ。そうね。実際のところね、アメリカが台湾を守る義務というのは、存在してないんですよ。でもバイデン大統領は台湾が攻められたらそれは守るよと発言してるんですね。つまり戦う気満々だということです。そしてもし中国が台湾を攻めてきたら、最速で中国に対抗できるのが、最も距離が近い在日米軍だけだと、まあ、考えられてるんですね。つまり中国によって台湾が攻撃されたら最速で在日米軍が中国に攻撃を開始するわけですよ。そうなると中国が次に在日米軍の基地を攻撃します。はい。つまりその流れでそのまま日本が戦場になると予想されてるんですよね。ちなみに、じゃあ韓国の米軍どうなのって話だけど、在韓米軍は、まあ、北朝鮮と睨み合ってる状態だと、だから動けないんだと主張しているので、中国と戦うのは日本の自衛隊と米軍がメインとなるのはもうほぼ確定しているよという流れなんですよ。とまあね、一般的なニュースではこんな感じで報道されているんですけれども、よくよく考えるとね、この話っておかしいところがもうめっちゃくちゃあるんですよ。でもこの台湾有事のおかしな部分を深掘りするとね、この世界のとんでもない闇に触れてしまうので、まあ、YouTube ではあんまり言いたくないけども、ここから思い切って台湾有事の本質とその闇の部分を掘り下げていきたいと思います。あら、絶対に触れてはいけない台湾有事の闇。まず今回の台湾有事の想定で最もおかしいのが、なぜ中国と台湾の戦争にわざわざアメリカが介入するのかっていう、そういう部分なんですよ。そこよね。そう。先ほども言った通り、アメリカには台湾を守る義務はありません。日本防衛の義務がある日米安保条約みたいなものは台湾、アメリカの間では結ばれてないですからね。そしてこれも先ほどしたお話になるんですけども、1971年に台湾は国連を追放され、日本やアメリカといった友好国からね、国交を断絶されてましたよね。さらに1972年の日中共同声明では、日本国政府は
台湾島にある中華民国ではなく、うん、中華人民共和国が中国における唯一の合法政府であることを認めますと宣言してますし、はい、アメリカ政府もね、うん、1979年に実現した米中国交正常化の樹立によって、うん、新しくできた中華人民共和国の主権を認め台湾との国交を断絶しているんですよ。はいはいはい。日本とアメリカは台湾に対してほとんど同じ立場を取ったわけですね、うんうん、でこの流れの中で中華人民共和国の台湾も中国の一部だ、だから中華民国なんてものは国として認めませんという主張も認めてるんですよ。日本もアメリカも世界各国もね、はいはいはい、だから国際法的には、うん、台湾は国として認められてないやんか、うんうん、そうなると中国と台湾の戦争というものは、うん、国際法的には国内の問題になるんですよ。でこの国内の独立戦争を、うん、まあ、経済的に支援することはあっても、うん、独立したい側にいきなり軍を送るなんてことは、うん、本来こう歴史的に見てもありえない流れなんです。だからアメリカと台湾の関係を考えるともっとおかしくなる、うん、国交を断絶してるわ、国連から抜けてるわ、うん、なんでその国をこんな全力で助けようとしてるのか、うんうん、じゃあなんでアメリカ台湾を助けようとしてるのって思うと、うん、僕らのもうこれまでの刷り込みというか、はい、先入観ベースでポワーって考えると、うん、アメリカは正義の味方やから、うん、弱い国を助けるんじゃないのみたいな、うん、まあ、そういうシナリオが思いつきますが、はい、まあ、残念ながらその可能性はゼロです。ゼロ、まあ、こういったアメリカの正義の味方的イメージは、うん、日本が戦後に植え付けられているものであり、うん、まあ歴史の流れをね、あんまり知らない人がそう思いがちなんですよ。はいはい。例えばイラク戦争とか湾岸戦争を詳しく調べてもらったらわかるかと思いますけども、アメリカっていう国は自分とこの国に利益のない戦いっていうのは一度もしたことがないんです。はい。まあ当たり前ですよね。そもそもアメリカが正義の味方やから台湾助けるで言うて、うん、日本が戦場になるのはおかしくない？おかしいよね。正義の味方ちゃうやんかと、うん、国交を断絶した台湾を助けて、うん、同盟結んでる日本を戦場にするってもう訳がわからんと。わからん。で実際にこの世界で台湾と中国のこの戦いに参加しようとしてる国、うん、まあ、首を突っ込もうとしてる国はアメリカと日本以外存在してません。つまり本来なら日本とアメリカが首を突っ込むこと自体おかしい問題なんですよ、うん、おかしいね。そう、さらに言うと台湾有事は数年以内に確実に起こるという情報も2021年の3月にマクスター退役中将がアメリカ上院軍事委員会で2022年以降には台湾最大の危機が起こるぞみたいな、そういう発言したことがきっかけとなってるんですけども、うん、中国政府自体はこれから台湾を攻めますみたいなことは一切明言してないんです。言ってないんやね。アメリカが怒るぞ怒るぞって言ってるだけか。言うてもうたら、もちろん中国は怪しい動きはたまにしてんねんけどな、うんうんうん、で国際法的にもアメリカや日本が中国台湾の戦争に介入するのはおかしい、そして中国は台湾有事に関して特に際立った動きはしてないし特別な発言もしていない、しかしアメリカの政府高官は数年以内に必ず台湾有事は起こると発言している。こうなってきたら一体誰が何のために台湾有事が始まって日本が戦場になるのかちんぷんかんぷんですよね。それではここでアメリカの研究機関である戦略国際問題研究所 CSIS が公開した中国による台湾侵攻に関するレポート The First Battle of the Next War を見ていきたいと思います。はい、このレポートは中国軍の台湾侵攻を想定した軍事シミュレーションの結果をまとめたものなんですけども、うん、タイトルの The First Battle of the Next War を日本語に訳すと、うん、次の大戦の最初の戦い、そういう意味になるんですね。つまり今後起こる大戦の最初の戦いが台湾有事だよということがタイトルにドカンと載ってるわけですよ。なるほど、ね、これから世界大戦が起こるかもしれへんけどこのファーストウォーが台湾有事ですよと。アメリカの軍事的な分野を専門とし防衛国家安全保障における世界1位の研究機関が、うん、まあ、そのように書いているんですね。はい、でこのレポートに記される軍事シミュレーションは条件を変えつつ24通りのシナリオに基づいて実施されているんですけども、うん、基本的なシナリオは中国に攻撃される台湾軍を米軍と日本の自衛隊が撃退するっていう、もう
そういうシミュレーションの流れとなっています、はい、で台湾上陸作戦っていうシナリオではアメリカと中国の戦争はミサイル攻撃から始まっており、まず中国の方からアメリカに対して攻撃を始めるだろうと想定しています。そうなった場合、日本を米軍と一緒に戦う必要があるが、日本がいきなり戦争をするというのは現状の国民感情的に厳しいので、最初は中立のスタンスを取ることが想定されています。こんなことがリポートに書いてある。怖。そして在日米軍がすぐに中国に攻撃されるので、この時点で日本が攻撃された、まあなるよね、ことになり、戦争に参戦せざるを得なくなるっていう、集団的自衛権ですね。かなり早いタイミングで、日本の領土を防衛するためという名目で自動参戦させられるというシナリオがあらゆるパターンで存在してるのよ。もうシミュレーションされてんね。そう、この軍事シミュレーションの結果によると、中国との戦いで米空軍、海軍、海兵隊は270機の航空機を喪失し、日本の自衛隊は112機の航空機を喪失する、はい、そして日米両軍の損壊に対して中国軍が失う航空機は155機となっているんです。はぁ、こういった被害想定をも出してるんですよ。すごっ。つまり中国よりアメリカとか日本の戦闘機の損失の方が大きいと考えられてるわけです。しかもアメリカの航空機が270機、日本の戦闘機も112機破壊されると書いているんですけども、そのほとんどが、空中のバトルじゃなくて、地上戦で破壊されるっていう、そういう想定がされてるんです。いや、空飛ぶ航空機が地上で破壊されるってどういうこと？なんで？思うやんか、これはつまり、航空機が地上の基地に止めてる時に中国のミサイルがもう絶え間なく大量に飛んできて破壊されるということなんですよね。なるほどね。ここでなんとなく日本が軍事費を増やして迎撃ミサイルトマホークを買ってたっていうニュースが繋がってきますよね。前回の動画で言うてたやつね。そう、アメリカのシンクタンクである CSIS が公開した軍事シミュレーションでは、中国のミサイルっていうのは非常に高度で正確なため、言ったらブワーって降り注ぐミサイルを全て撃ち落とすことはできませんと、だからそれをすり抜けて大量に被弾してしまうということが、まあ、想定されてるわけですよ。で航空機はもう何百機と破壊されるだろうと。でこれらの結果は全て日本にある米軍基地と日本の自衛隊が狙われるよと、いうお話なんですね。なるほど。台湾有事っていう響きからしたら、台湾が主戦場になりそうなもんですけども、実際には日本が、結構な割合の戦場になることを意味していると。台湾有事イコール日本有事という言葉の意味もなんとなく繋がってきましたね。そうやね。そして米軍基地にある航空機が何百機も破壊されるということは、迎撃ミサイルで撃ち落とせたり撃ち落とせなかったりするミサイルがあると、いうことですよね。そうね。めちゃくちゃな数飛んでくる中国のミサイルをね、海の上で全部撃ち落とすことができればまだいいけども、日本国内の上空で撃ち落としてしまうことも当然あります。それはもう中国のミサイルがもうすり抜けて、米軍基地も日本の戦闘機もめちゃくちゃ破壊されると想定されてるから、日本国内の上空でもバンバンミサイルがぶつかっていく。えらいことになるよね。そうなると地上に大量のミサイルの破片が落ちてきますよね。はい。そうなったら当然地上は大変なことになります。まあ、実際に2022年にね、ウクライナのミサイルの破片と見られるものが、戦場ではないポーランドに降り注いで、2名亡くなってるんですよ。うわぁ。それがもう戦場の、その国の真上で大量のミサイルが撃ち落とされまくってしまうと、もうそれだけでもとんでもない被害が想定されますよね、はい、何百機破壊するたび多分何百万発っていうミサイル撃たれるわけやから、買ってる数から見てもね、ミサイルの、戦場から離れたポーランドでもそんな事件が起こってるわけですから、日本どうなんの？とんでもミサイルの破片の雨みたいになるってことも、ありえるよね。しかしCSIS が発表したシミュレーションの中には、日本の民間人とか日本の民間施設がどれぐらいの被害を受けるかっていうのは一切書かれていません。そしてシナリオの最終段階では、日米両軍は多大な犠牲を払い、台湾海軍と台湾空軍はほぼ全ての艦艇、航空機を失うことになります。まあ、中国にボロボロやられると、でも中国軍は一部領域を支配できるだけで、台湾占領という目的を達成することには失敗する、ほう、そういうシミュレーション結果に終わってるんです。なんと。つまり、まあ、アメリカ台湾側がギリギリ勝利するよっていう、そういう想定がも出されてるんですよ。へー。
ね、ここまでの内容だけでもすでに、ね、もうしんどくなるけど、もうだいぶ重いよ。このレポートの何よりとんでもないところは、うん、アメリカ側はもうすでに制定した恐ろしすぎる前提条件にあるんです。そのヤバすぎる前提条件の一つ目が、うん、戦争が始まったら台湾は降伏しないでね、中国に徹底抗戦して絶対に降伏してはいけないっていう大前提が書かれてるんですよ。はい、その上でもし米軍が投入される前に台湾が降伏してしまったならば、以降のシミュレーションは全く無駄になるから、うん、降伏は絶対あかんよって注記されてるんですよ。そんなことが。まず大前提として台湾は死ぬ気で最後まで戦ってねっていう大前提があるんですよ。そうなんや。それがもうレポートで書かれている、うん、そしてこれを昔からの台湾とアメリカの関係性、うんね、もうその状況は作ってるわけですよ。なるほど。で、普通に考えたらそこまでしてね、中国と戦うぐらいやったらもう中国の一部支配下になった方がいいやんと。もうね、もう早めに降参ってした方が、そう思う台湾の人もたくさんいそうですけども、うん、アメリカの前提としては、まあ、政府に対してもう台湾降伏すんなよ、そんなこと1ミリも考えてないぞっていう感じやし、うん、なんならそれは許さないというスタンスのようなんですよね。わあ、なんかもう人質じゃないけど、そうやれよ。そう、もうその形はおそらくこの何十年で作り上げているだろうと。そして二つ目のヤバすぎる前提条件が、日本は必ずアメリカに付き従って参戦しなければならないという大前提があるんです。そこも大前提が。そうね、この二大前提、はあ、ここが相当ヤバい、えぐいね、日本にとってはね、うん、で CSIS のシミュレーションをはじめとする他の様々な台湾有事シミュレーションでは、アメリカ軍が日本国内の米軍施設から出撃したり、うん、補給拠点に用いることを日本政府が容認することはもう絶対だと、断ることはありえないと、うん、もう前提として想定されてるんですよ。絶対に日本政府はアメリカの言うことを聞くやろうと、うん、決め打ちで全ての戦略が作られてる、うん、もうそこ前提でのシミュレーション、完璧なる前提。じゃあもう水面下でどんなことが行われていたのかってことはまあ想像つくよね。うん、こんな強制力普通ないからね。ないよね。で、CSIS のレポートでは、うん、日本はね、本当のところ言うと、台湾と中国との戦いに参戦するかどうかを選べます。で、米軍が日本にある基地を使うかどうかを拒否する権利もありますと、うん、記されてるんですよ。ほうほう。でも、日本は基地の使用を認めなければならないと書かれているんですね。まあ、なんせ前提条件ですから、あまりにも当たり前みたいにね、日本が参戦することになってるから、うん、アメリカ政府と日本政府の間にはなんか知られてない日本の自動参戦に関する密約が存在するのではないかと、うん、もう他の国から噂されるほどっていうか確定だよね。まあそうなるよ、ね、そのありえないよね、2つの別の国がそんなことなんの、うん、で CSIS のレポートにも、日本がアメリカの要望を飲み込まないと、うん、米軍基地にある兵器が使えないじゃないか、うん、だから日本は認めるしかないんだ。もし日本が米軍基地の使用を拒否しようもんなら、うん、70年にわたって日本の安全を支えてきた日米同盟を崩壊させる危険があるぞと、こんな感じで完全にアメリカ側の脅しみたいなことが脅されてるね、書かれてるんですよ、うん、レポートの中に。拒否する権限はあるけども実質的には拒否する権利はないよっていうことがはっきりと書かれてるわけです。日本を守るための日米同盟を盾に中国との戦いに参戦しなあかんってもはや意味わからないよ、うん、もともと日本を守るための日米同盟のに、うん、この戦争に参加しないと日米同盟が破棄されるよみたいな、うん、どっちの天秤みたいな意味わからんやん、意味わからんやん。この流れを考えていくとよ、うん、日本の軍事費が近年大幅に増額しているっていう理由が線になってきましたよね。間違いなくそういうことやなってね、ほぼ言いなり状態のアメリカからの圧力の可能性も見えてきましたね。はい、ここで昨日の動画の内容ともがっつりとつながっていくわけですよ。さて CSIS の軍事シミュレーションでは、うん、24回のシナリオがね、まあ、描かれてるわけですよ、うん、で日本の参戦に関する基本的な設定は、うん、次のようになっています、はい、まずアメリカと中国が軍事衝突をする。でそうなると日本は米軍による日本国内の軍事拠点を使用していいですよと、うん、認めますと、米軍さん使ってくださいねと、はい、で中国軍が日本国内の米軍出撃補給拠点を攻撃する、うん、で日本政府は反撃のために台湾アメリカ側に立って自衛隊を投入する、まあ、このような流れが24回のうち22回のシミュレーションでまあ用いられている、まあ、ほぼこの流れになるだろう、なるだろう、まあ、そのパターンに当てはまらない23回目のシナリオでは、うん、日本政府は開戦当初からいきなり自衛隊を投入するっていう、
はそういうパターンがあったり、はいはい、最後の24回目のシナリオではなんと、うん、アメリカが敗北する唯一のパターンが想定されてるんですよ。24個あってアメリカが負けるパターンは1個だけだと。1個だけあると。それが何かというと、めっちゃすごい内容なんですけど、アメリカが敗北する唯一のパターンは、日本が突然アメリカを裏切るっていうこのパターンのみなので、裏切って中立を保った場合、うん、アメリカは敗北するって言ったらね、日本がアメリカを裏切った結果、うん、日本国内の軍事施設を一切使うことができず、うん、アメリカ軍は中国軍に歴史的大敗北を喫してしまうだろうという想定がラストの24回目のシミュレーションに記されている。なんと全員が無傷で戦いを終えるには、うん、日本がアメリカを裏切るしかないという、うん、信じられないシミュレーション結果が出ているんですね。ふー、それはもうアメリカからしたら、うん、日本ガチガチに固めるよね。そうよね。圧かけるよね。圧かけるよね。この戦いに向けての準備もそれはもう徹底的に根回ししてるはずですよね。裏切られたら困るから絶対に。絶対にね。どうでしょうかね、この台湾有事という戦いが前提にあると考えると、うん、昨日の動画でお話ししたここ最近の日本政府の不自然な動きにも納得いく部分が多いかと思います。はい、アメリカはなぜ、うん、国際法的には国内の問題といえる台湾中国の戦争にそこまでこだわるのか。このまま放っておけば中国が世界一の大国になっちゃうから、うん、だとするとこの戦争を本当の意味で起こしたいのは中国ではなくて、はい、みたいな妄想もね、くー高どっちゃいますよね。はい、そして台湾有事によって日本が巻き込まれたらそれはもう確実に国の緊急事態ですよね。はい、そうなってくると、ま、昨日のそうここ最近急ピッチで進められている緊急事態条項の話にもつながっていくと。でここで疑問なのはね、はい、日本が台湾有事に参戦するだけなのであれば、うん、2014年に周りの反対を押し切って、うん、強行突破で決められた集団的自衛権だけでも、うんうん、十分いいはずなんですよ、うんうん、その上でさらに緊急事態条項で内閣を独裁状態にするというのはこの流れで見えてこない、またとんでもないね、はい、違うシナリオがあるように見えるのは、まあ、気のせいだったらいいんですけどね。本当にね。まあね、今回ここまで話したんですけども、はい、これらの話っていうのは結局シナリオでしかないです、うん、まだ起こってません、はい、緊急事態条項もまだ制定されてません、うんうん、まだまだこれは未来の話です。そして一つの可能性の話であるということは念頭に置いて、はい、まあ、この動画をね、こう捉えていただけたら幸いでございます。はい、ということでね、本日の動画はここまででございます。いやー、まあ、実際そういうことが事実として行われてもうてるからね、決定事項として進められてるけどね。ね、しかも日本の動きからしてももう裏切る気ゼロやんみたいなんじゃないけど、じゃないともう負けちゃうからもうありえない、うん、それはと、うん、で今回の話に関しては本当に皆さんの声を聞かせていただきたいです。はい、ただ不安になるだけではなく今の自分たちには何ができるのか、うん、まあ、そのような議論がねコメント欄とか今後のライブ配信なんかでできると幸いでございます。はい、やりましょう。みんなでハッピーな未来を作りましょう。はい、行っちゃいましょう。本日の動画を見てへーと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、そして概要欄やコメント欄に4月22日の YouTube では絶対に話せないガチトークライブの詳細や、うん、僕らの SNS なんかもありますので絶対にチェックしてみてください。お願いします。まさきが大暴れ大奮闘しているもう一つのチャンネルトゥーランドクエストも大好評配信中ですし、はい、YouTube では話せない裏側を話しているニコニコチャンネルプラスも、まあ、概要欄にございます。はい、トゥーランドビルがいろんなことにチャレンジしておりますのでぜひ見逃さないようチェックお願いいたします。お願いします。ということで本日はこの辺でございます。はい、またね、バイバイ。バイバイ、来週は楽しい動画出します。はい、そうしましょう。